はい、さい、今回は名護市の宮里という地域に来ています。やっぱり名護の海綺麗ですね。で、今日の沖縄ね、まあ久々に晴れてくれているので、太陽もね出ています。てかまだ午前中っていうか10時なんで、日もねまだ低い位置にあるんですが、あ、こちらなんだっけ、明美をスカイドームか、スカイドームがあります。で、ここ相当なんか砂がえぐれてるというか、雨降ったらこっちに川から水が流れてきてこんなえぐれ方してるのかな。でですね、まあ、前回1年前ぐらいかな、その時もね訪れた場所なんですが、ここからねまっすぐ行くと21世紀の森公園があるんですが、まあ、そちらに行って、公園というか21世紀の森ビーチかなを目指して今歩いてるんですが、何竜宮神だったかな、この辺にもね竜神がね祀られてる場所があるみたいなんで、今回ねそちらを撮影しに来た感じなんですが、この辺のサンゴ結構荒い感じがするな。なんか砂浜ももちろんあるんだけれど、結構ねサンゴの枝サンゴとかね岩サンゴだっけ、マリエのはとか落ちてたりして、でね砂浜見てちょっと思ったんですが、なんだろう、軽石がないんですよね。もちろんないに越したことはないんですが、流れ着いてないとかそういうことはなさそうだけどね、まあおそらく少ない数の軽石が漂着したのか、誰かがね掃除してくれたのかですね。ヤドカリがあるんですよね。おそらくねこれもヤドカリが入ってると思うんだけど、この子はもう歩いてますね。ヤドカリもね早い時間なら砂浜歩いてたりするんですが、これがね日が昇ってお昼ぐらいになるとね暑くなってね岩陰とかに隠れちゃうんで、まあねヤドカリ見たいよっていう人はね夜とか逆にねこのぐらいの朝来るといっぱい出会えるかもしれないですね。あ、思い出した、前回はねキャンプをやってたんですよ。キャンプってプロ野球のでね、こちら、名護ってどこだっけ、日ハムか、そうだ、ビッグボスの場所ですね。今年って観客、有観観客でやるとかいう話を聞いてたけれど、まん延防止で無観客になったんだっけ、ちょっとねどっちだったか覚えてないんですが、まだ1月後半なんでね、2月からだから、まあ今はキャンプしてなかったりするんで、今日はどっちみちね見ることはできないと思うんですが、そのね前回無観客で報道陣だけがねちょこっといたのを撮影した覚えがありますね。なんでやっぱ1年ぐらい前に訪れた場所ですね。ちょっと雲が多くなってきたね。
まあでも今日ほんと比較的まだ晴れてる方なんじゃないかな。ちょっと意味ないけれど、このねなんか草木のトンネルみたいなのがいいんで、つぶれだからだん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 のね林みたいになってるね。よいしょ。で画面中央にね見えてるスタジアム、なんていう名前だったかな、変わった名前だったんだよね。タピックスタジアムか。そうそうそう。やっぱまだ2月なってないんで、そんなにねプロ野球のキャンプ場みたいなね雰囲気はないんですが、まあ、去年の映像、去年か一昨年かな、まあ、どっちかちょっと覚えてないんだけど、1、2年前のねこの時期にも来たんで、関連動画としてね URL 貼っとこうか。あ、にゃんこもいますね。黒にゃんこですよ。片耳が V 字にカットされてるっぽいんで、桜猫なのかな。にゃんこのんびりだよな。ちなみにね今日なんか暑い、暑いは言い過ぎか、暖かいんですよね。はい、そしてこちら、こちらがね龍神です。にゃんこも今いるな、トラちゃんで逃げちゃうね、このねこれってなんて読むんだっけかね、まあ、普通に読んだらオオセバル龍神なんて書いてるのかな、これ最後よいしょ。いいねやっぱり。でねこの奥がねなんか隙間になってて、ちょっと廃所になってるのかな、この辺もね。さっきのにゃんこ、さっきのにゃんこかガサガサ聞こえて、これ大勢がある龍神社っていうのかね。あ、黒猫ちゃんも、まあ、せっかくねここまで来たのでちょっとね21世紀の森公園ビーチお散歩しよっか。ただねちょうど海のこの方向に太陽がねさんさんと輝いてるんでね、朝日でピカピカ眩しい海になっちゃってるね。でもやっぱなんだろう、感じしないね。そしてねなんだろうな、あ、ポケモンのキャラクターの火の嵐っぽいね。誰か火の嵐描いてるね、うん、火の嵐、火の嵐だよね。そしてこちらおそらくドキンちゃんかな、ドキンちゃんじゃないや、ペンギンの名前なんだったかな、ポッチャマか。この子はなんだろうね、これカビゴンではないけどポケモンのキャラクター描いてますね。日の嵐、ポッチャマ、もう一匹なんだったかな。チコリータとかあの辺か。もうちょっとねポケモンのキャラクター名も忘れちゃってるね。よいしょ。あ、でものどかでいいなこの場所も本当に。
釣り人もいますね。この角度の海、青くていいな、最高だ。はい、というわけで今回、名護市の宮里、21世紀の森公園のねビーチと、おそらく大瀬原龍神社、なんか社みたいな感じだったよね最後、っていうね愛称、久々にね、多分1年ぶりだと思うんだけど久々に訪れて、撮影する動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。